きチャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、ゆうすけさんゲスト登場です。よろしくお願いします。さつざきチャンネルは、はい、あの野球関係者は出れないんですよ、はいはい、でも野球関係じゃない人は出れるんですよ。そうなんですか。そうなんですよ、はい、野球関係で出たことあるのは甲斐だけか。キャッチャーの、はい、現役の。現役選手も出たんですね。現役選手だけ出てます。な、今日あの野球したことある人、プロ野球在籍した人は、はい、あの基本呼ばないんで。なんでなんで、はい、だって専門職同士じゃないですか。熱いこうなんかトークみたいなのあるんじゃないですか。いや特に聞きたいことないですね。かっこいい。里崎流。いや、あとは、うん、そのテレビとか、はい、他の媒体で一緒にしてるんで、うん、外で本当に聞きたいこととかは聞いてるんで。なるほど。改めてなった時に、うん、それより面白い話ってなかなかできないなっていう。なるほど、うん、でしかももう今はちょっと YouTube 戦国時代入ってきてるじゃないですか。特にだって里崎さんみたいな元プロ野球の方ってめちゃくちゃ今いて。そうなんです。一番最初始めた時は本当に豊さんと、はい、僕と、はい、笠原しかいなかったんですよ。ジャイアンツの。確かに本当に。でもだって今もう何人いんのっていうぐらいいますよね。そっから始まって、今なんてもう YouTube やんなかったらダメだよぐらいの。ちょっと芸能界もそうじゃないですか。まあだってもうあのコロナがあったから、だからそういうこともあって、じゃあ なんとなくやってみようかなっていうのもあったと思うんですけど、特にプロアスリートの出身の方が急にブワーって最近増えましたよね。そうなんですよ。でその中でほぼ全員がゲストトークじゃないですか。まあ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 確かに基本的には、はいはいはい、なった時にあっちでも見た、こっちでも見た、こっちでも見たって、もう新鮮味ないですよ。確かにね。いろんなとこ出られるんで。っていうのもやっぱそのプロ野球選手の方って引退されてから昔みたいにプロ野球の番組だったりとか解説とかもテレビ中継も地上波であんまりやらなくなっちゃったから、っていうのもあるんじゃないですか。あと僕もあの言いたいことが多すぎて、あのゲスト呼んで話す尺がないですよ。だって俺何回かこう一緒にお仕事させていただいた時に、佐藤さんじゃない人が喋ってる時にもうすごいエンジンかかっちゃって、前のめりで俺も喋りてんのにみたいな。違う元プロ野球の方が喋ってる時にパク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 俺 見てんですよ。いやもっと言いたいことあるのにっていう。でしょ、はい、あ止められたみたいな。俺もともと一応野球経験してたので、うん、あ聞きたいなって思うことももちろん尺もあるし、うん、他のゲストの方もいらっしゃるから、うん、佐藤さんいっぱい喋りたいんだろうな顔を何回も見てます。かかり気味なんで、ね、だいぶそうめちゃめちゃかかって前のめりになってるから。でも YouTube はもう時間も制限なんで。確かに。で言いたいことを言いまくれるし、はい、だから僕にとって最強のコンテンツです。確かに。だって佐藤さん一人でずっと喋ってる時ありますもんね。そうそう、家でね、スマホの前で1時間1時間すごいよな、一人喋り1時間、はい、だってプロの話し方って難しいのに。しかも夜中の1時ぐらいに。どんだけ溜まってんすか。いやいや、もうシャワー浴びてもう寝る前に撮って1時間撮って、はい、でデータ送って、うん、でそのまま寝るみたいな。ほんとタフ。あとは起きた瞬間やりますみたいな。なんでそんな。それこそだっていろんなお仕事されて。そうっすね、やっぱりあの修行っすね。修行。はい、どこまでできるのかっていう自分が。はい、だ全試合チェックも誰もやってないじゃないですか、うん、で、まあやってやろうと思って。え、嘘でしょ。毎日全試合見てるんですよ。6試合、はい、やばっ。だってもし家でいて野球してたらテレビ2画面で見て、タブレットでダゾーンとかで見て、あの4次元放送ぐらい。わけわかんない。メジャーも見るんですか。メジャー一切見ないです。あ、逆にメジャー死にます。死にます。そりゃそうですよね。いや、だってそれこそだって大谷さんのことでもだってテレビに呼ばれてるじゃないですか。いやもうそれは呼ばれるようなことだけ頭入れてるんで。さすが。大谷のことだけはしっかり見て、はい、いつでも言えるようにしといて、あとのやつらなんて別に聞かれないから見る必要ないですよ。うーわ、さすが。プロ野球を引退されてここまでこの何画面も見て情報チェックしてる人そういないと思いますよ。だから多分ド M なんですよ。ド M なんです。いやマリンズだから。今日そんなことじゃないんですよ。何ですか。今日聞きたいことがあるんですよ。何でも聞いてください。はい、前説は長かったですね。いやいや、まあこれはあの、はい、もうさつざきチャンネル、はい、おなじみです。あ、そうです、ね、本編より前トークが長いっていう、はい、俺も聞きたいこといっぱいあったから。今日っすね、はい、僕が芸能界とか仕事をしてて、はい、これどうなんやろうって思うこととか、はい、上井さんが芸能界入って、はい、びっくりしたこと、こうしきたりとか、お、あ、
こういうのもちゃんとしなきゃいけないんやって分かんないじゃないですか。分かんないです。プロ野球は所詮みんな高校大学社会人と野球畑から来てるんで、180度なんか景色が変わることないんですよ、うん、能力以上に、はい、でも僕が芸能界入って一番最初に思ったことが、はい、挨拶めっちゃ来るみたいな挨拶めっちゃ来る部屋に待ってたら、はい、初めて会う人に、はい、今日なんとかですよろしくお願いしますみたいな、はい、じゃんじゃん来るじゃないですか、はい、弁当もゆっくり食べれないじゃないですかいやいやまあまあまあ、はい、あれいらないですよね。まあでも僕は大丈夫なんですけど、うん、やっぱ行かないと、あ、来てねえなっていう顔される時もあります先輩方。いや僕思うんですけど、じゃあ俺の考えすぎかもしれないけど、はい、違うお仕事もさせていただいて、例えばドラマで、はい、バラエティーでこう、はい、ドラマを飛び出して、はい、もう本番だけバッて行かなきゃいけない時もあるんですよ、はい、バラエティーで、はい、でまあ打ち合わせとかもちょこちょこっとして、はい、でスタジオに行く時もあるんですけど、そういう時ってもちろん楽屋に挨拶とか行けないじゃないですか、はい、その時に気にしてるのかなって思っちゃう時が入ってすぐ、あ、なんか部屋みたいなのあるじゃないですか、小部屋みたいな、はいはい、スタジオの横とか、はい、あとは前室、前室、はい、とかスタジオ行った時にマイクつける時に、はい、お願いしますで、ね、よくないですか。でもそれ言ったら、だってプロ野球選手だって、はい、同じ高校の先輩だとか、もともといたチームとかに挨拶しに行かなきゃいけなかったりするんじゃないですか。よく見ますけど、いや僕とか行ったことないですよ。え、探してまで行かないですね。でもいたら挨拶しますけど。でも来られたことありますよね。いたらするぐらいで、探してまで来てるようなやついないんちゃうかっていう。でも例えば佐藤さんに自分の同郷の後輩だったりだとか、だからその、まあ、視界にいたら来たりしないんですか。来たらって、まあ、そのこことそこにいたら寄ってきますけど、うん、そんなどこにいんのかなみたいな、あ、PL 学園さんみたいにあの、かの有名な PL 学園さんみたいに、もうどこにいんのかなみたいな、挨拶してねえからロッカー帰れねえよみたいな感じは、もうそんなもん無駄やろって僕思ってるんで。うわ、でもなんかそうやって佐藤さんみたいに思ってくれる人もいれば、そうやってやんなきゃいけない、例えば PL さんなのかどうか分かんないけど、はい、そういう高校もあるじゃないですか。いや PL さんは分かんないですけど、見てたらすっごい探してますもんでしょ、はい、だから俺もテレビで見てたりまあその球場行った時にそういう状況を見たことあるから、あ、いや、プロ野球はやっぱそういう、まあ当たり前ですけど、うん、そう最低限の礼儀というか挨拶しに行かない。ロッカーまでは行かないんですよ、グラウンドのところですから、はいはいはい、でも芸能界って部屋探していくじゃないですか。行きます。まず入っていいのか迷いますよね、うん。でもその楽屋の前に、例えばマネージャーさんと、ね、はい、仁王立ちしてね、ご挨拶よろしいですかって、もういらんやろ。でもそれこそ僕だって何人かこう先輩たちで挨拶来てないっていう、いうのを聞いたことありますよ。あ、いや俺 言っときますみたいな、そういう人たちがいるから間違いなく、あ、じゃあ基本的にはやらないよりやっていいよって言われた方がいいから、あのしきたりがなくならないんだと思います。あと、あの、どこまで行ったらいいか迷うんですよ。じゃあすごい若いアイドルの人もいれば、うん、すごい大御所のベテランの人もいるし、うん、MC の方とかもいるし、うん、すっごいじゃないですか、うんうんうん、でもじゃあ30人ぐらい集まってたとしたら、うん、え、全員何時間前に俺来なきゃいけないとか、そう、線引き難しくないですか。だからあのプロ野球界でも、はい、結婚式するときに、はい、全員に案内状送れないですよね。だってもう浦川さんも含めたら100人以上いるんで、はいはいはい、でもその線決めがめっちゃ難しいらしいんですよ。まあ確かに、どこまで送るか送らないかで、野球界のその結婚式聞いたことあるのは、うん、年下には送らないっていう。おで年上に送るみたいな、はいはいはい、で線引く人たちもいるんですけど、はいはい、あとはピッチャーだったらピッチャーだけには怒るとか、でそのポジションで勝手に決めてるんですけど、うんうんうん、挨拶どこまでこのライン難しくないですか。あと分かりにくいのはその挨拶の線引きってどっちがどういう先輩なのか分かんないんですよ、はい、例えば芸人さんとかだったら、あの養成所に入った順番とか半年とか1日でも1ヶ月でも早い方が先輩だったりするし、芸能界に入った順番なのか年なのかが分かんないから、それも芸能界難しいですよね、はい、野球界も年功序列だから、まあ、そう分かりやすいじゃないですか。名鑑だけ見たら、うん、もう敬語か敬語じゃないか分かるじゃないですか、はい、だから芸能界っておじいちゃんだって入ってくる人もいて、はい、そういう人たちは敬語使ったりされる方もいるんですよ、はい、もちろん俺もそれ敬語に返すんですけど、はい、だからそこの先輩後輩が歴なのか年なのかが結構曖昧で、はい、基本的にはなんか、まあ僕は野球部出身だから年だと思ってるんですけど、やっぱその入った順みたいな感じがありますし、有名になった速さとかなのか分かんないけど、よく分かんないんですよ。その挨拶で言うと、例えば逆に年上の人じゃ基本的には言っとこうって思うじゃないですか、はい、俺も全然大丈夫来なくていいよって思う時あるんですよ、はい、でまあ僕も40過ぎたんで、はい、番組の中でまあ僕が年上の方の時もあるから、はい、その時にもう来なくていいよって言うとするじゃないですか、はい、だけどじゃあ佐藤さんが俺の後輩だとして、はい、佐藤さんと俺の間の芸能人がいるとするじゃないですか、はい、
で、例えば来なくていいよって言った時に、もし佐藤さんがこいつに言ってなかったら、うん、あ、俺んとこ来てないのにユースケさんとか言ってんだって思ったら、うん、感じ悪くなっちゃうじゃないですか。でもそんな挨拶しに行ってることまで気にしないですよね。いや、でも気にする人いますよ絶対いる。だから前室とかで、お前もう来なくていいからとかって言ってる時に、うん、あれ俺んとこ来てないけどこっちは行ったんだって、うん、いやらしい目じゃないですけど、うん、あ、こいつちゃんとこいつには行っとこうとしてんだっていう、人見てんだみたいな、そう、人を見てこいつ挨拶行ってんだっていう顔をされてる先輩も、うん、